ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。宇宙については謎も多いけど、これまで多くのことが分かってきたわよね。そうだな。観測技術を高めてきた天文学者のおかげね。観測技術が向上するまでは、多くの誤解もあった。観測によって、今までの常識が覆されたこともありそうね。今回は、これまでの天文学上の歴史であった誤解を紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってねー。昔の人々は、地球が宇宙の中心にあると信じていた。聞いたことあるわ。天動説ってやつね。ああ。でも、一体誰がそんなことを言い始めたの？天動説は、紀元前2世紀に古代ギリシャの天文学者クラウディオス・プトレマイオスによって提唱され、中世ヨーロッパで広く受け入れられたんだ。天動説では、地球が宇宙の中心にあり、太陽や惑星は地球の周りを回っていると考えられていた。なんで天動説がみんなから受け入れられたのかしら？肉眼で見える天体の動きを説明することができ、当時の観測技術では正確な観測が困難だったためだな。なるほどね。しかし、16世紀に入ると、ニコラウス・コペルニクスによって提唱された地動説が注目されるようになった。地動説では、太陽が宇宙の中心にあり、惑星は太陽を中心に回っていると考えられている。そう聞くとだいぶ長い間天動説が主流だったのね。地動説は、天文学者たちによる観測データの蓄積と、天文学的理論の進展によって支持されるようになったぜ。地動説が維持される発見があったの？17世紀には、天文学者ガリレオ・ガリレイが望遠鏡を使って天体を観測し、地動説を裏付ける証拠を発見したんだ。ガリレオの発表がされた当時、この発見はキリスト教会の教義に反するものとして非難を浴び、最終的にガリレオは強制的に公開の場で自説を撤回することを余儀なくされた。ガリレオかわいそうすぎるわよ。しかし、時代が経ち、科学の発展に伴って、コペルニクスの地動説が正しいことが証明され、地球が宇宙の中心にあるという誤解は解かれていったぜ。現代の天文学では、地球は太陽系の惑星の一つに過ぎず、太陽系自体も銀河系という大きな銀河の中の一つに過ぎないわよね。さらに、銀河系自体も宇宙の中の一つの銀河であり、宇宙は膨張していることがわかっているしな。そのため、現代では地球が宇宙の中心にあるという誤解は完全に払拭され、科学的に正しい認識が広まっている。つまり、地球が宇宙の中心にあるという誤解は、科学の発展とともに解かれていったのね。星座には固定された形があるという誤解は、かつて多くの文化で広く信じられていた。星座が固定されているって？例えば、古代ギリシャでは、星座が神々や英雄の物語を表すシンボルであると考えられていたんだ。また、中世ヨーロッパでは、星座が天使や聖人たちの形を表していると信じられていたんだぜ。実際には星座には固定された形なんてないわよね。星座は、人々が空を見上げた時に、星々が形成するパターンや模様に基づいて名前が付けられたものだわ。パターンや模様は、見え方によって異なり、同じ星座でも地球上の異なる場所から見ると形が異なる場合があるぜ。実際には、星座は、恒星の位置関係が変化する長い時間スケールで変化するものだ。恒星は、それぞれが異なる速度で移動しているため、時間の経過とともに星座の形が変化する。まあ、昔の人はわからなくて当然かもね。それで、その誤解はどうやって解明されたの？この誤解は、天文学の発展によって解明された。天文学者たちは、恒星の観測を行い、それらの位置や動きについて詳しく研究したんだ。観測技術の向上により、恒星の位置を正確に測定することができるようになったからな。天文学の発展によって解明されたのね。現在では、星座が固定された形を持っているという誤解は解かれ、天文学者たちは、星座がどのように形成され、どのように変化するのかを研究している。天文学者たちは、星座の形状や位置を正確に記述するための国際的な基準を確立し、天文学の分野において広く受け入れられているぜ。つまり、星座には固定された形はなく、人々が名前を付けたパターンや模様に基づいて存在しているものということだね。宇宙は古代から人々にとって興味深いもので、多くの誤解が生まれてきたのね。その中でも、宇宙が永遠に存在しているという誤解は、古代から長い間信じられてきたんだ。私も宇宙が永遠に存在していると思いたいわ。でも、古代の人はなんで宇宙が永遠だと考えたのかしら。太陽、月、星々が毎日、変わらずに昇ったり沈んだりしていたからだ。また、恒星や銀河が動かないように見えたため、宇宙全体が静止していると考えられた。確かにそう思うのも無理ないわね。この誤解は天文学の発展により、解明されてきた。16世紀には、天文学者のニコラウス・コペルニクスが、地球が太陽の周りを回っているという説を提唱した。
そうだったわね。これは、従来の説であった地球が宇宙の中心にあるという誤解を打ち破るものだったわ。その後、天文学の発展により、天体が移動する様子が観測され、地球以外にも惑星や彗星が存在することが明らかになったんだ。また、19世紀には、ジョン・ヘリングが星のスペクトルを研究することによって、星が元素からできていることを発見したぜ。時代とともに少しずつ解明してきてるわね。さらに、20世紀になると、アインシュタインの相対性理論が提唱され、宇宙が拡大していることが明らかになった。さすがアインシュタインだわ。さらに、宇宙の始まりについても研究が進んでいく。1920年代に、エドウィン・ハッブルによって、銀河が互いに遠ざかっていることが発見された。このことから、宇宙は膨張していることが示唆され、ビッグバン理論が提唱されたんだ。それで、宇宙は始まりがあるものであり、永遠に存在しているわけではないことが明らかになったのね。現在では、宇宙が膨張し続けていることが確認されており、宇宙がいつかは縮小していく可能性があると考えられている。宇宙は常に変化してて、星々や銀河も移動し続けているのね。そのため、宇宙が永遠に変わらないものであるという考えは、現在では誤解とされているぜ。惑星は光を放っているというのは、昔の人々が信じていた誤解の一つだ。実際には、惑星自体に光を発する力はないはずだけど、古代から中世にかけて、天体観測が盛んに行われていた。その中でも特に、惑星は太陽に次いで明るく見えるため、古代の人々は特別な存在として捉えていたんだ。確かに金星とか明るく見えるもんね。ああ、それが惑星が光を放つ存在だという誤解が生まれたんだ。確かに、夜空を見上げても、一見何が何だかわからないわ。この誤解が解明されたのは、16世紀頃から始まった天文学の発展によってだ。当時、天文学者たちは、望遠鏡を使って太陽系の惑星やその他の天体を詳しく観測し始めた。その結果、惑星が自ら光を発しているわけではなく、太陽からの光を反射していることがわかったんだ。実際に、太陽から出ている光は、惑星の表面に当たって反射されるわよね。その反射した光が目に見えるということだな。そのため、惑星は夜空で輝いて見えるんだが、それは自ら光を発しているわけではないということになる。自ら輝いている星は恒星だもんね。現代で惑星は光を放っているという誤解はもうないわ。そうだな。だが、惑星の輝き方については、まだ多くの研究が行われている。例えば、惑星の表面の性質や大気の状態などが、その輝きに影響を与えることがわかっているぜ。そのため、天文学者たちは、惑星の輝き方を研究することで、惑星自体についてもっと詳しく知ることができるんだ。探求は終わることない旅路ね。彗星は、人々に不吉な予兆をもたらすという誤解は、古代から中世にかけて広く信じられていた。え、なんで？当時は彗星が現れると、戦争や災害などの悲劇が起こる前触れであると考えられていたんだ。そう考えられる何かがあったのかな？実際に、紀元前44年に彗星が現れた際には、ローマの独裁者カエサルが暗殺されるなどの不吉な事件が起こったため、彗星が不吉な前兆であるとの考えが強まった。なるほどね。でも偶然だと思うわ。この誤解は、科学的な観点から見ると誤りであることがわかっている。そうよね。彗星は、太陽系外縁部に存在するオールトの雲から飛来してくる小天体であり、太陽に近づくとその表面が昇華して尾を形成する。そのため、尾が長く伸びた姿が見えることが多いんだ。綺麗よねー。彗星の軌道は非常に不規則で、同じ彗星が地球に接近する頻度は非常に低く、また、接近しても地球に危害をもたらすことはほとんどない。不幸よりもむしろ幸運をもたらしてくれそうよ。現代では、彗星は天体観測の対象として注目されている。オールトの雲から来るんだから、研究のしがいがありそうね。彗星の観測や研究によって、太陽系の成り立ちや進化についての知見が深まっているんだ。また、彗星は宇宙からの有機物の供給源としても注目されていて、生命の起源についての研究にも貢献しているぜ。天文学の発展によって、彗星の正体が明らかになり、その動きや性質についての観測研究が進んでいるのね。また、彗星が不吉な予兆をもたらすという考え方も、近代以降の科学的知見の普及や啓蒙活動によって、次第に消えていったと言われているぜ。現代では、彗星が夜空に現れると、多くの人々がその美しさや神秘的な魅力に魅了されるわ。彗星は、宇宙の奥深くからやってきた神秘的な存在であり、私たちにとって、未知なる世界との接点でもあるしな。以上のように、古代から続く彗星に対する不吉なイメージは、天文学の発展によって払拭され、
彗星は現代では宇宙の神秘的な存在として、多くの人々に魅力を与える存在となっている。彗星は私たちが宇宙をより深く理解するための貴重な情報源の一つとなっているわね。古代ギリシャの哲学者アナクシマンドロスは、地球が円盤状で、天体はその円盤の天外にあると考えていた。この考え方は、後の古代ギリシャの哲学者プラトンやアリストテレスにも引き継がれ、月も同様に円盤状であるとされていたんだ。地球が平らなら、月も平らでしょってことね。しかし、科学が発展し、地球が球体であることが証明されると、月の形状についても疑問が持たれるようになったんだ。当然の結果ね、月が平らじゃないことには気がついたんでしょう？16世紀には、天文学者ガリレオ・ガリレイが、望遠鏡を使って月面を観測し、山やクレーターがあることを発見した。これによって、月が平らでないことが示され、誤解が解明されたんだ。なるほどね。その後、20世紀に入り、宇宙開発が進むと、さらに詳細な月面の観測が可能になった。1959年には、ソ連の探査機ルナ1号が、初めて月を周回したぜ。以後、アメリカやソ連などの探査機によって、多くの月面写真が撮影され、山やクレーター、谷、火山など、様々な地形が発見された。月への理解をどんどん深めたのね。現在では、月が球体であることは間違いないわ。月面には、地球と同じように様々な地形が存在し、平らな場所はほとんどないんだ。確かに月ってボコボコしているイメージだわ。また、月面には、塵や石などが散在しているため、人間が歩くと跡が残ることも知られているぜ。そうなのね。私も月面へ行って、足跡を月の大地に刻みたいわ。さらに、現代の宇宙開発において、月は重要な存在となっている。月の調査って今何かやってるのかしら？ NASA が進めるアルテミス計画では、2024年に有人での月面着陸が目標とされており、月面での探査や基地建設が計画されている。いいわね。月の正確な形状や地形を把握することは、これらの計画にとって非常に重要な要素となっている。一番近い月ですら、まだわからないことが多そうだもんね。20世紀に入ると、天文学の進歩とともに、人類はより多くの情報を収集することができるようになった。特に、電波望遠鏡の発明により、宇宙に存在する電波を観測することができるようになり、宇宙からの信号を受信して、知的生命体とのコミュニケーションが可能になるのではないかという期待が高まったんだ。それは期待したいところだけど、安易すぎないかしら？霊夢の言う通り、この考え方にはいくつかの誤解がある。一つ目は、地球外知的生命体が存在することが確実であるという前提に立っていることだ。そうよね。今のところ、地球外知的生命体が存在することを示す確たる証拠はないわ。残念ながらそうだな。二つ目は、もし地球外知的生命体が存在したとしても、彼らが使用する通信方法が地球で使用されているものと同じであるとは限らないことだ。地球人が電波を使用しているのは、地球の大気が電波を透過するためだが、他の惑星の大気が同じように電波を透過するかどうかはわからない。言われてみればそうね。存在したとしても、技術的な差が弊害になりそうだわ。誤解が解明されたのは、1970年代に NASA が行ったプロジェクトセティだった。このプロジェクトは、Search for Extraterrestrial Intelligence の略称で、宇宙からの信号を探して、地球外知的生命体との接触を試みるものだ。セティでは、多くの電波望遠鏡を使用して、宇宙の中から地球外知的生命体が発する電波を捉えようとしたが、長年にわたる観測にもかかわらず、有意な信号を捕捉することはできなかった。残念だわ。現在、セティプロジェクトでは、依然として電波望遠鏡を用いた探査を行っているが、より高度な技術が必要であることがわかっている。高度な技術か。例えば、電波以外の波長帯域でも探査する必要があると考えられていて、今後も研究が進められているぜ。文明をまだまだ進める必要がありそうね。また、宇宙に知的生命体が存在する可能性については、科学的な根拠があるとは言えないが、宇宙の広大さや多様性を考えると、存在する可能性は否定できない。私もそう思うわ。ただし、まだ直接的な証拠は得られておらず、現在の科学技術では到達しない遠い場所に存在する可能性もあるため、探査は困難を極めている。宇宙に存在する知的生命体とのコミュニケーションがすぐに可能になるという誤解は、現在でも残っていると言えるわね。ああ、科学技術の発展とともに、より正確な情報や現実的な見方が広く知られるようになってきている。これからも調査を続けていく必要があるだろうな。天体の運行は完全な円形運動をしているという誤解もあったんだ。軌道を理解するのは難しそうだもん。完全な円形運動をしているというのは、
古代ギリシャの哲学者プトレマイオスが提唱した天動説に基づく考え方だ。この説によれば、地球は宇宙の中心にあり、太陽、月、惑星などの天体は地球の周りを完全な円形軌道を描いて運動しているとされていた。しかし、この説には実際には当てはまらない天体があった。どの天体が当てはまらなかったの？例えば、火星の運動は複雑で、周期的に逆行することもある。このため、プトレマイオスは、天体が複数の円の組み合わせで運動しているとするエピサイクルという仮説を導入して、火星の運動を説明しようとしたんだ。なんだか複雑そうね。その後、天文学者ニコラウス・コペルニクスが提唱した地動説が広まり、近代天文学が始まると、より正確な観測や計算に基づいて、天体の運動は完全な円形運動ではないことが明らかになった。軌道についても、地動説あたりから理解し始めたのね。現代の天文学では、天体の運動は楕円軌道という形で表される。綺麗な円形ではなく、楕円形ということね。楕円軌道は、中心に吸い込まれるような極端に狭い軌道と、遠くまで広がるような極端に広い軌道があるため、円形運動よりも現実的な表現となっている。さらに、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論によって、重力場の存在が天体の運動に影響を与えることが解明された。例えば、地球は太陽の重力場の中にあるため、地球が描く軌道は完全な楕円ではなく、ややずれた形となっているんだ。重力が軌道に影響を与えているのね。現代の天文学では、楕円軌道に加えて、様々な力が天体の運動に影響を与えることが分かっているぜ。例えば、月の重力が地球の自転に影響を与えているため、地球の自転周期は徐々に長くなっているんだ。また、惑星同士の重力相互作用や、恒星同士の重力相互作用も、天体の運動に影響を与えることが知られている。そうなんだ。また、ケプラーは運動の法則を発見し、これが天文学の発展に大きく貢献したんだ。ケプラーの法則は、惑星が太陽の周りを楕円形の軌道を描くというものであり、惑星の運動についての理解を深めることができた。現代では、天体の運動については、ケプラーの法則が正しいと考えられているぜ。ケプラーも天文学の歴史において大活躍だわ。万有引力の法則自体は、アインシュタインの相対性理論によって修正された。相対性理論によれば、重力は質量によって変化するため、物体が質量の大きい他の物体の近くにある場合、その物体の運動は予想されるよりも複雑になる。以上のように、天体の運動は過去には完全な円形運動と考えられていたが、現代では楕円形運動として理解されているぜ。天才たちのおかげでいろいろ分かってきたと思うと感謝しなきゃね。歴史上、天体は球体であるとされてきた。これは、人間が天体を観測することができるようになった古代ギリシャ時代から、すでに認識されていたんだ。古代ギリシャの哲学者、プラトンは、天体が球形であると考えた。プラトンがそう考えた理由はあるの？その理由として、火山が噴火するときに放出される火山岩の形状が球形になることを挙げていたんだ。また、地球が球形であることが認識されるようになると、天体が球形であることも当然のように受け止められるようになった。確かにそう思うわ。さらに、天体に重力が存在することが認識されると、その形状が球形であることが自然なことだとされたぜ。重力で物質が中心に引きつけられて球形になるということね。しかし、現代の科学技術の発展により、天体が完全に球体であるという考えは誤りであることが分かってきたんだ。誤りなの？天体といえば球形のイメージだけど、実際に、地球や他の惑星は、自転によって中心がややずれた形状をしている。完全な球形ではないということね。これは、地球や惑星の自転によって、地球や惑星が扁平化していくためだぜ。また、小惑星や彗星などの天体は、球形ではなく不規則な形状をしていることが多く、それらが空間に存在することが明らかになった。確かに小惑星はゴツゴツしているよね。きっと重力が小さいから丸くなれなかったんだわ。現代の科学技術によって、天体の形状や運動を詳しく観測することができるようになった。例えば、衛星を使った地球の観測や、探査機による太陽系の天体の観測などがある。これらの観測結果から、天体が完全に球体であるという考えは誤りであることが明らかになっているぜ。現在では、天体の形状は、重力や他の力によって変形することがあると考えられている。宇宙には地星からの重力の影響で、潰れた天体があると聞いたことがあるわ。宇宙にはいろんな星があるからな。天体の形状や運動を正確に観測することによって、その天体の物理的性質を理解することにもつながりそうね。天文学の歴史では多くの誤解があったけど、技術の向上で宇宙の理解を深めてきたのね。そうだな。
今の常識が未来では変わっている可能性も十分あるな。これからが楽しみね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。